始めましてっていうか始まりますよ、こんちはです。どこなどかな。あ、そうか、今日ひょっとしたら調理さんまだかな。これって私はいつから喋り始めればいいですか。あ、調理さんこんばんは。ご紹介しますんで、普通のラジオと同じで。あ、はい、あ、じゃあその今ちょっとミュートンしてきます。はい、それでは、はい、じゃあ本日の、メニューをお伝えします。よいしょ。はい、本日のメニューはまず自己紹介ですね。というわけで、はい、じゃあ皆さんこんばんは。はい、コンパイルマンの新谷です。よろしくお願いします。というわけで本日のゲストはおニューな方なんで、じゃあどうぞ自己紹介お願いします。はい、はじめまして、村岡ひとみと申します。村岡さんです。よろしくね。はい、よろしくお願いいたします。もうコンパイルマニアです。あ、ありがとうございます。今日はね、なんか偶然に旧コンパイルの、はい、36周年ということで、なんかツイッターでね、ハッシュタグが立ち上がって結構盛り上がってる、盛り上げたみたいな、すごいですね、皆さん。それ中心ね、やりたいかと思います。はい、そうだ、千代さん、入ってきます。というわけで、呼びますね。はい。あ、ごめんなさい。切っちゃった。もっぺん呼び出す。ごめんなさい、消えちゃいました。村岡さん、はい、すいません。私誤動作しちゃいました。ああ、そうだったんです。ごめんなさい、自分が切っちゃったのかと。いえいえ、大丈夫です。じゃあこれでもっぺん画像をやって、それで呼び出しは友達をつける。あら、友達なんだ、これか。うん、友達は潮流さん、入ってきます。これどうやって呼ぶんだっけ、これか。またちょっとよくわかんない。何ていうの、ちょっとよくわかんないな。友達入れる、どれこれ、これじゃないよね。あれ、友達を呼ぶ、これじゃない。調理さん、入ってきてもらえます。どうすればいいんだ。この前分かってたの、こっちか、違う。友達の呼び方でご存知ですか。友達の呼び方は、この通話に追加するってことですよね。そう。なんか、プラスみたいなマークがどっかにあると思うんですよね。プラスのマーク、なんか、ここにあるよ。新しいポットというか。これポットじゃないの、ね、なんだこれ。千代さん、どうすればいいの。あ、これだ、やっとできた。意味わかんないな。よし、グループを消す。はい、千代さん、おいで。カモン。こんばんは。こんばんはでーす。こんばんは。なんかいつもね、スカイプの罠にはまってる。はい、確かに。じゃあ、川上さん。何その、
自虐ネタ言ってんだ。あ、川上さん、おしとか言ってる。あれ、あとは YouTube はどうなんだ。ちょっと YouTube 見てみるね。YouTube はちょっとお客さんいない。はい、それでは、本日は、ちょっと特別プログラムでいきたいかなと思ってます。まあ時事ネタは今日やめといて、シギとベカカピの、大喜利は募集中です。あればください。で、本日特別なのは、一応ね、なんかハッシュタグ、コンパイル創立のハッシュタグが3本ぐらい立ち上がってて、あ、ぽよぽよさん、こんばんは。YouTube からぽよぽよさんがいつも来てもらってますから、お見えになりました。というわけで、ハッシュタグをかけたいです。見えますか？見えますよね。どっちから行くかな、こっちから行こうか。もう一つね、なんか、コンパイル誕生祭ってのもあったのね。まあ、あっちは少なめだからいいかな。まあ、わかんないんだけど。一応、ハッシュタグで、コンパイル創立から36年だから何か語ろうぜ、というハッシュタグが立ち上がってまして、なんか先月の、なんかのハッシュタグの、を創立に変えてるのね。で、ああ、そうですね。うん、あれ、まあ、対抗したのも よく知らないんですけど、まあ、あっちを放置して。で、僕だけ読むのかな。まあ、ちょっと読んでいきます。ニキさんから、ぷよぷよの出会いは V ジャンプの裏拍子で知る。あ、そうなんだ。V ジャンプの裏拍子で出たのね。アルちゃんの笑顔を見て、恋心を覚えた瞬間だった。でもプレイを預かながらだった。記憶定かでないが、ぷよぷよの CM で、美奈子さんか三井さんの声を発したアルちゃんが頭に残ってる。うん、多分それもあったと思いますよ。じゃあ次、チョルさん読んでもらいます。ここ。はい。ここ、ニキさんの。どれですか？ニキさんのですか？続き、どこですね。読みます。ニコニコ動画で久しぶりにアルルちゃんの姿に惚れつつも、ぷよぷよは魔導物語の派生作品と知り、そこで初めて魔導物語とディスクステーションの存在を知る。そしてラジオコンパイルを知り、SNS で社長と接することができた。夢のようだ。はい、で私のありまして、次エルラさん。じゃあこちらを村岡さん呼んでもらいます。こちらのエルラさんのやつ。もしもし、あれ？あら？村岡さん？ごめんなさい、ごめんなさい、ミュートになってました。あ、失礼いたしました。はいはいはい、読んだ。めっちゃ自分で一人で読んでました。ごめんなさい。はい、エルラさんで読みます。はい、コンパイル創立36周年おめでとうございます。C 社現役当時からぷよ、魔導以外の C 社ゲームを持ってたように思われがちな私ですが、実は DS やザナザナ、グルロジ、スーパーアレスタ以外のコンパイルゲームを集めようと思い立ってから5年も経ってなかったりする。意外です。ここが意外だよね。いやいや、もう大昔からのファンかと思ったら、これ意外ですね。ですごいですね。いや、現役の時から名前載ってませんでしたっけ？確か。そこは今度はお会いしたら追求しましょう。今日は追求しましょう。知ってないのかな。はい、じゃあコースさん。ディスクステーションのゲームにはスマートフォンの操作性でも快適に遊べるゲームたくさんあると思う。マドモガタだったりとか、フロートランドのおとぎ話とか、原生水滸伝とか、スマホアプリで復活しないかな。はい、ここら辺はね、本当まあ権利関係ありますが、チャンスがあればね、ガシガシとぜひやってみたいなと思います。じゃあ次はチョコさんのやつを、チョコさんお願いします。はい、最初のぷよぷよは2から、お友達と一緒にやってどうしても勝てなくて悔しくて、そこから独自に運積みを編み出し、3の頃には友達たちの中で最強に。
プヨマンカーバンクルマンは忘れられない味。小学生の頃はアルルの口調が映って僕っ子だったな。それすごいわかります。長さんって女性なの？女性です。え、喋ったことありますよね。はい、あのこの放送で喋られたことあります。だよね。ミケさん、着脱ファイヤーダンスと、この映像は、あ、これがその音声か、流してまずいか流さないですかね。いや本当は映像もちょっと、はい、まあもう気にせずにやろう。じゃあ村岡さん、ここお願いします。はい、ダミースさん、ぷよまん美味しかったね。宮島でしか食べられないぷよお好み焼きとかもあったんだぞ。知らなかった。これです。あの映像もできます。映像は別のハッシュタグかな、できるのかな。ちょっとこれ時間どれがかかるか分かんないんだけど。はい、続いて、あ、調理さんの私読みます。コンクラ104号に送ったハガキが警察で嬉しかったのは良い思い出なのですが、それはコンパイトで最後のコンクラの後は悲しい。ねえ、そうだったんですよ。ちょっと今とは名前違ったんですけどね、当時。わかりました。じゃあ調理さんお願いします。調理さん、エルラさん大好きだね、はい、どうぞ。あらさっきの続きですかねこれ。確かに。じゃあ読みます。なのでここに写っているものはすべて5年以内に入手したもの。スーファミ、64、プレステ2、メガドラ、セガサターン、ドリキャス以外のゲームハード、カッコファミコン、ファミコンディスクシステム、PC エンジン、マスターシステム、メガ CD、MSX も同じく。やべえですね、これ。こんだけこの5年で集めたんだよ。すごい。よく集まりましたね。2つを持ってる。これ、まあ、本当だ。あ、クエポン2つある。わらせさんも2つある。なんか2つ、あ、よく見たら2つ見なるぜ。なんちゅう、いや絶対エルナさんこんなもんじゃないです。やばいっすね。わかりました。じゃあ、村岡さん、秋野さんがね3つあるから3ついっちゃいましょうか。お、了解です。上からいきますか。今週土曜日が創立記念日は義の日にワイワイしてなぜこの日を祝わないのか不思議。拡散希望。1982年の今日、広島駅近くのマンションの一室で株式会社コンパイルが誕生しました。後にぷよぷよを開発するあのコンパイルです。この日の出来事が全てのコンパイルファンに届くことを心より願います。だからね、今回のねハッシュタグね、この秋野さんが作ったみたいなのね。ああ、そうなんですね。7月4日コンパイル誕生祭と、うん、だからこれ後からちょっと見ようと思ってるんですけどね。はい、続いてこちらお願いします。はい、素敵な作品や素敵な方々に出会えたことは一生忘れません。でコンパイルのこう全部証明ですね。じゃあ次まして私いきます。はい、なぜかしらメチカコネオツさんがあのタグアツ追いたいメモ。ちょっと全然意味わかんないんだけど後で自分で見たいってことですね。じゃあ出た。どうぞ。ああ、懐かしいな。なんかこれ出た。どうぞ。出た。懐かしい。はい、読みます。なんだかんだ言ってもコンパイルが大好きでよかったと思う。今でも。あ、懐かしい CD ですね。あ、サインが。おお。99年の7月25日ね。これカーワンクルの頭が。じゃあちょっとこれリツイートするね。じゃあこちら私が読むのは、のりまきさん、何かの話そう。ぷよぷよ窓にはまりディスクステーション大好きだった。将来はコンパイルで働くと思ってた。ぷよま食べられないまま販売が終わってしまったのよね。食べてみたかったな。中学生だったけど親に怒られてでも通販するべきだったね。ぷよまね、なんかあればできるかも。次短いし短いから読んじゃうね。ぷよまぷよまメイプルはい。じゃあ続いて村岡さんお願いします。はい、36年24のちょうど 1.5 倍なのですね。さて24といえば、私にとって語らぬわけにいかないのはディスクステーション24号目玉タイトルのワンダーワンダーは DS3 部プラスパッケージ版すべてレベル上げに、闘技場にレアアイテム集めにべらぼうにやり込んだものです。おー、すごい、すごい、いろんな思い出があるんだね。うん、やり込みますよ。さっぱりわかんない。じゃあ長さんどうぞ。はい、まずきさんですね。結局コンパイルゲームはぷよぷよしかやってなかったからな。
魔導物語は花丸以外はできる環境じゃなかったし、シューティングの存在も知らなかったからな。まあ、だから、一番プレイしたワクワクぷよぷよダンジョン決定版の話でも。というわけで、スレッドもありますんで、こちらもよろしく。はい。どもう結うぞ。構長いですね長いっすよ。頑めっ張れ。ちゃ語ってる。はい。語れ。発売したてで買ってプレイしたゲームだね。ローグライクゲームね。最初は確かルルーが初心者にいいってことでルルー使ったんだけど、うまくいかなかった記憶。シェドでやったら MP 切れないように気をつけて、一番頭使ったね。アルルは魔法遠くからやってれば勝てたから一番楽だったね。ただ、アルルはカー君が邪魔で邪魔で、後半になるにつれて行きづらかったね。ルルーもその辺はある。ミナと一緒に行くのが大変だった。シェゾは単体で動かしやすかったから、それが使いやすかった一番の理由だったかも。ルルーは技が揃えば楽だったんだけどね。揃うまでが大変だから、あとから行く。今プレイ止めちゃってるけど、HP 回復禁止縛りでプレイしてて進めたいんだけど、プレイ日記保存してた携帯が壊れてどうしようか迷ってる最中なんです。ちょうどいいから聞いちゃおうかな。その部分のプレイ記抜かしてプレイ日記書き進めてもいいですかね。よろしければ投票してね。はい、了解。よろしければ投票してください。おお。投票しましょうよ。ね、じゃあ続いああ。て。そういえば、ワクプヨ、去年買って、最後まで進めてないです。あ、そうなんだ。セゾだけ。はい。え、プレスはテ版はクリアしてるんですけど、セガサタン版を。ーい。じゃあ、村田さん、こああ。ちら読んでもらいます。はーい。24年間、ぷよぷよ2の全国大会で優勝して日本一になってから僕の人おお。生は始まったようなものです。すごい。よ、歌う人、誰だろうね。すごい。しかも歌う人だよ。ぷよと歌う人で意味わかんないけど。はい、続きまして。パッションマチコさん。こんなこと語るのも恥ずかしいが、子供、小学生の頃、ろくに人とも喋ることはできない。鬱屈した僕が明るく、当社比、社交的な性格になれたのは、物語のあるの言葉に励まされたからだったりする。使ってたゲームギア壊れたし、ゲーム売りないし、もうできないけどなぁ。あ、悲しいなぁ。はい。じゃあ、続いて、調査お願いします。ぬくぬくさん。ぬくぬくさん。生まれて初めてやったパズルゲームがぷよぷよだった。それ以来僕の中でパズルゲームといえばぷよぷよという考えが定着した。こんな考えにしてくれたコンパイル様に感謝。僕の人生にパズルゲームを教えてくれてありがとというわけで、リツイートう。します。このね、順番がね、なんでこんなとこ俺さっぱりわかんないんだけど、わかる？順番がね、全然違うんだよ。ああ、確かに。じゃあ、村子さんお願いしまはす。い、スライさん。間違いなく、カー君が我が家最大のぬいぐるみ。そのため、埃をかぶらせちゃってるけど、ごめんね。小さい方のナスが抱えているのは、スピーカー、ウォークマンなどにつなげるプライズ。あー、これね。すごい。タラもいたはずだが、どこかへ踊っていってしまった。ダンシングしちゃったんですね。ちなみに皆さん、リスナーの皆さん、このナスグレープってさ、実際の人間がこれになってる知ってます？そうなんですか？ああ、聞いたことあります。知らなかっ4た。年目さんです、これ。4年目です。そうだったんですね。メガネ。じゃあ、いつかさん。いつか、私のゲーム好きの基盤を作ってくれたのが、コンパイの作品たちでした。ゲームってこんなに面白くて、いろんな世界を見せてくれるんだと教えてくれた兄ちゃん社長には今でも本当に感謝します。いえいえ、僕だけじゃなくてね、当時のスタッフの皆さんのおかげですよ。はい、じゃあ続いて、調理さんどうぞ。はい。桜子さん。確か97年にポートメッセ名古屋でぷよぷよの大会がありました。その当時としては珍しくネットで他の会場と中継していたようなコスプレコンテストなんかもあったような。で、じゃんけん大会で私はサイン入りののぼりをもらった気がします。はい、出てきましたよ。これです。じゃあ、ブラックさんお願いします。プヨマン本舗宮島店、このビルだ。この階段だった記憶、2階でお好み焼き食べた気がする。すごい。ここです。おお。ここです。この、行ったことないな。右側が、通りが、
で、そこはプエマン本部ですけど、この2階が、うん、要するにここ、ここはプエマン本部だ、これ2階がお好み客さんなんですね。で、あの、2階ぐらいかな、年末にここで、あの、年越しのパーティーみんなでやったんですね。カウントダウン。楽しかったですよ。いやはい、続きまして、あ、ももさんだから、続いてどうぞ。あの、ほいほい。はい、その当時実家にはゲーム機なかったけど部活動でパソコン部に入っていてジオコンとかアップルソースとかやったな。素敵な部活、ね、結構ねそういうこといらっしゃるんだよねああ、私も似たようなことやりました。高校さん、おお、素敵タグ発見。1980年4月7日そいつですね。コンパイルという大きなステージを作ってくださった新田社長をはじめ素敵な社員の方々、素敵な世界やゲームを作ってくださってありがとうございます。コンパイマルも大好きです。というわけでね、あきのさん、もうガンガン。もうガンガン両方のタグですね。彼女か彼氏か分かんないけども。はい、どうぞ。じゃあ、調査お願いします。はい。どうもありがとうございます。はい、では行きます。どうか後者のハッシュが広がって、コンパイルの誕生日、今週土曜日を知っていただけたら幸いです。1982年4月7日、株式会社コンパイル設立の日です。だから秋野さんは3日から騒いでたのね。我々は最近はあの俺ら昨日かな、昨日発見したんで、はい。うん。はい、じゃあ、村岡さんお願いします。はい、みけさん。そういえばぷよまんの焼き型って今もどこかに存在しているのだろうか。これ気になりますね。あります。あの某なんとかさんあるんですが、まあそこはね、実際にぷよまんが焼ける時まではあんまり言ってもしょうがないんで、とりあえず現物あります。はい、まあ、あの機会があればできるだろうし、なければないだろうし、分かりません。いやいや、エッセさんとか、いろんな方の、協力ないとできないんで、まだ、ね、なかなかそういう機運になってないんで。やがってほしいです、ね。私読むのかな。ももかさん、2つあるね。コンパイと同じ年だったんだな。年バレちゃいますね、これね。コンパイの方が15日早い。おい、そこまで言うのか。個人情報、やばいぞ。ももこさん、本気でコンパイに就職したいと思ってた中学生の頃。うん、じゃあ、調査、短いですよ。うん、はい。ヒデさん、スーパーナゾプヨルルのルー、サダン様戦アレンジ制作中。おー、すごいね。うん、ルルー大好きなんだね。これ、ナゾプヨなんだね。確かに、そういう画面、ね、うん、ですね。しかも、ここ、なんかあるし。じゃあ、続いて。村岡さんお願いします。はい、ぷーちゃん。脳みそこねこねコンパイル、出会いは多分アーケードのぷよぷよ。倒産してだいぶ経って、まさか松戸ネーム復活の公演をあげるとは思ってなかったな。かーくんが可愛くて今でも空で描けるくらいには好きだったな。ちっとおデブ。あ、絵があるみたいですね。見るぞ。おお、かわいい、うまい。え、なんでこれさっきの画面出ないの？なんでしょうね。なんですかね。これちょっと待って、ここに来るのか。クリックしたら大変なんだな。元へ戻る。え、どうする？あ、多分もう一回ですかね。何？もう一回やればいい。もう一回戻るだと思います、多分。戻ってない。上まで行っちゃった。あれ。こういうシステム好きじゃん。まあアメちゃんのソフト。これか。そうですね。はい。でちょっと村岡さんの番だ。村岡さんどうぞ。面白い。荒木健太新作。MSX のディスクステーション買ったよ。広島第一電気ソフトシティで。おお。やっぱ広島の方なんですね。そうですね。はい、じゃあ私で。のりまきさん。ラジオコンパイルも懐かしい。定期的に聞いて初めてのラジオ番組。コンパイルクラブも全て人に譲ったけど後悔はしてない。社長の今後の方が楽しみだから。この前向きな姿勢がいいね。はい。じゃあ、チョールさん、どうぞ。はい。シムタクさん。36年か、早いな。MSX のディスクステーションから始まり、
魔導物語、ブラスターパン、アレスタ2、とにかくやり込んだな。小中学生には無限に時間があった、かっこ笑い。MSX2、修理したいな。なんかね、互換機が出てるはずなんで、はい、もしよろしければそちらを購入してもらえば、1万か2万出てると思います。じゃあ、村岡さんお願いします。はい、久喜川さん。ぷよぷよ2ってうまくいけばギネス申請すらできてたんじゃないかと思う。ゲーセンから始まってメガドラゲームギアス、メガドラゲームギア、スーファミ、サターン、プレステ PC、プレステ2、ゲームボーイと凄まじい数のハードに移植されたゲームを他に知らない。確かに。ああ、確かに。ワープロにも移植されたからね。ああ、すごいですね。ここに載ってないハードも結構あ移り植そうさでれてす。ワーますプもんロです。ね。普通の。当時ね、や今もうべえ。ワープロってないじゃん。ないですああ、よ確かに。ね。いけるんじゃないですか、ギネス。はい。じゃあ、ヨリトさん。コンパイル通信だと思ってググったけど、コンパイルクラブだった。クラブだったっけ？コンパイルクラブですよ。じゃあ、チョールさん。はい。ルトさんのでいいですか？はい。脳みそこねこねコンパイルというキャッチフレーズが大好きだった。広島のお土産はぷよまんだった。そうです。じゃあ短いけど、村岡さん。はい、魔導物語123、またやりたい。あ、これはですね、ワン、ツー、スリーって読むんですあ、ね。ワン、ツー、スリー。はいはいはい。ワン、ツ失礼しました。で、別の読み方が、一丁目二番、三号と読むんです。要するに、画これ、像が。町名なんですよ。あだから、魔導物語という町の名前で、一丁目あ。は二い番、はいはいはい。三号という。ああ、そういうことですそういか。うの読めるでしょ？そういうのシャレが大好きなんです。住所になってですね。あ、それ公認だったんですね。はい？それ公認だったんですね。公認じゃなくて、当時、ロータス123っていうのがあって、そのパクリの名前なんですよ。窓ガチャ123で。で、ロータスが文句言われたら、いや、これは1丁目2番3号で読むんですよ、とか言います。逃げ口上です。はい。わかりました？そこまで考えていた。ああ、そうそう、そういつも逃げ道は考えてる。人生大さ事すでがすでよ。す。はい。じゃあ、リルさん。キャラクターショーで買ったジオコン4のパッケージ版、ポスター付きと、過去、コンクラバックナンバーセットとか買って、イチさんのサイン会に参加して、地図を描いていただいたのは良い思い出だし、今でも宝物です。おお。いや、いいな。じゃあ、調理さん。調さん。あ、はいはい。はダい。ミスさん、はダい。ミスさん。はい。広島の学生が就職したい職業のぶっちぎりナンバーワンはコンパイルだったんだな。そうですね、Y 調全国でべ。もベスト3まで入りましたんだね。すごい。いやいやいや、だって4大生が最終の年は4万人ぐらい、企業案内のハガキとか来ましたからね。その中で、4万人の中から200、100何人とるんだよね。だから競争率が大体400倍、300倍で。おお、すごい。す私ごい。今のところ大体100倍だったのね、競争率はね。はい、じゃあ続いて。手振って村ふ岡さん。さんどうぞ。はい。はーい。スーファミのスーパープヨピヨ、我が家で現役です。小3の娘と60歳の母が互角の戦いをしています。これいいね。おお。ね。やっぱり、パズルゲームいいとこですね。いや、間世違いな代いをね。超えて。はい。あ、またリルさんかな。リルさん。骨が何？ちっこいのこの、あ、これね。骨がちっこいのこのセンサーまだ大事に。そして夜を引く。これ、蓄光なんだ。しかも夜光るんだ。す俺、そごれ知らなかった。いや、忘れたのかな。リツイートしまーす。はい。じゃあ、蝶さん、自分でも。い。 はい、じゃあ行きます。ボーピーに出会った当時、小学生になる前くらいの時からこの会社は何か違うと思ってましたが、最近になって当時のお話を聞くようになって、やっぱり違うと確信するようになりました。だから私はコンパイルを応援します。丸も。何が違う
いや、何が違うかっていうのが分かってたわけじゃないんですけど、なんか違うなとは思ったんですよね。なんか違いや、いだますよからね。それが今はその何が違うと思います。いや、なんというか、もう表現で言雰う囲気というか、会社と、なんというか、あ、なんというか、まあ、別の言い方面だよ白いね。なと要いうするにか。同人っぽいんだよね。まあ、そこだと思います、多分。あと、すごいユーザーフレンドリーだったんだなって、今、自分で働くようになってからそう思うようになりました。だってゲームってユーザー力じゃん。だし、ユーザーさんにさ、気に入ってもらうとあかんやん。もうそれしか考えてないんで、商売よりも、とにかくお客さんに気に入ってほしいとしか考えてなかったんで。距離が近いですよね。そこら辺はね、近いかどうかわかんないんで、まあそういう生き方が、が僕なのかな、よくわかんないんだけど。はい、それでは村岡さんお願いします。はーい、ザガロさん。魔導物語はぷよぷよのキャラを使ったゲームだと思ってたら、中学生の時に逆だったことをして、たまげた。そうだよね。去年か2年ぐらい前、ぷよぷよの RPG、ぷよぷよが RPG になったとか、初めてとか、なんか不思議なコマーシャルがありましたよね。それとか、ああ、確かにあそりれまはしいいたのかなとか、クレーム入れようかなとか思ったりしてね、冗談ですけど。モニーニューさん、1回だけ行ったな、DS の1号と2号買った、もうこれ、行ったぞ、どこに行ったんだよ、会社に行ったのか、マサタンゲだ、意味わかんない、あ、これだな、あ、マサタンゲだな、これ。おお、え、何これ、ああ、これプヨ何なマスの、ター大会、あ、テレ、え、あ、プヨマ本舗、元祖不要魔法。あ、テレか、あ、テレかな、ああ。1500円。ね。このテレカを正価で売ったアホなスタッフがいるんですよ。知ってます？ 意味わかります？1000円とか2000円のさ、テレカあるじゃん。それをはい、さ、そのままその金額で現金化したアホなスタッフがいるんですよ。そう、アホと言いません？おいおい、それ5000円か1万円の価値があるのに、みたいな。だから付加価値さ、が会社の仕事してさ、価値が分かんない人は勘弁してほしいよね。結構、総務系にそういうのいらっしゃるんで困ったもんです。もう、唖然としましたよ。営業と、確か、経理の担当の部長だと思いますけどね。はい、じゃあ続いて。え、誰が読むんだ？もう全然忘れた。トルトルさん。長 さん、どうぞ。はい、原生水光伝まだ PC に残ってるし遊べる。そう、ここ遊んでほしいぐらいですよね。じゃあ、続いて、村岡さん。はい、GA さん。シューティングのコンパイルを知らなかったから、知らずに買った GG アレスタ2がまさかぷよぷよと同じ会社が作ったって思わなかった。社長のライブとかイベントサポートとか楽しかったな。ああ、CSN の方ですね。じゃあ、続いて、プニ、かっこまるさん。私が生まれる少し前にできたってことは、驚愕だよ。皆さん若いんですね。じゃあ、調理さん。はい、アターホーとか出てくるやつすごく好きだった。結構ね、原生水光伝は、韓国にすごく受けてて、1万人ぐらい会員がいらっしゃるんですよ。だから、韓国の方で、原生水光伝を韓国で新しく作ろうかみたいな話を、最近、話を聞きました。まあ、ねえ、権利を持ってる方が良ければいいんじゃないとか言ってたんですけど、次短いんで、あーで終わりです。ミカさん。じゃあ続いて読みます。ナゴさんかな？低浮上。園児の頃に SFC のスーパープヨプヨをプレイしたのが始まりでした。プヨ歴10年くらいになるけど、やっぱアルルが一番好き。まどもがたもいいぞ。もっと早く生まれてたらなぁと思ってしまう。ということはこの人若いんだよね。園児あ、の頃ですで、ね。それから10年だから、まだに10代？そういう意味でしょ、これ。ってことですかね。でしょ？園児の頃でプヨプヨ始めて、プヨ歴15年だから、足し算したらさ、10代半ばだよね。はい、じゃあ、チョールさん。はい。MVS さん。1992コンプディーク2月号オフ6、平成4年、日本のソフトハウス。1993、
コンプティーク7月号付録イエローページ日本のソフトハウス業界編より。なんでこの写真写ってない、意味わかんない。なんでしょうね。何かあったの。おお、こんなのが、うん、これと、あ、こんなこと言ってる。 DS でパソコン界のジャンプを目指す。俺言いたいことすぐ言うんだよね。アポ書いてる。おちゃらけ恋愛大冒険、何でもありのコンパイなんだ。そうそう、そういうことね。なんかパフォーマンスやってるし。そうね、こんな感じでしたね。また戻すの大変だからね。じゃーん、まず下がるの大変だね。頑張る。パソコンついてこないし。いや、いっぱいありますね、つぶやき。うん、そうですね。いや、これは少ない方ですよ。あ、もう一つはずもっとあるんで。最初これね、少なかったの。僕がリツイートしてから、ガンガン入っていったから。あ、ここはない。ここだね。はい、じゃあ、そうですか、ね、次は村岡さんかな。これは読んだやつですね。さっき読んだやつ。サイさん。サイさん。あ、違う。なんか順番がか、プロジェクト、なんちゃらさん。埼玉コンパイルに訪れたことがある。おぉ。この人はバイクでさ、なんか、あれこれしてるから。まあいいや。はい、じゃあ次行きまーす。サイさん。なんでこれこれ。いろいろ分化したけど、元社長の会社はコンパイルになったらしいの。ニョキニョキ。いいなぁ、よくご存知。はい、じゃあ続いてもら、チョリさん。はい、プヨマンとカーバンクルマン美味しかったし、カーバンクルマンを冷凍して食べるのも美味しかった。一回コミケで復活って告知してた時も、現地行きましたとも、売られていなかったけど。はい、どうぞ、続いて。はい。あ、前があるの？こっち、あ、これさっきの、あ、続きです。なんで別に出ちゃうんだろうね。まあいいや。はい、じゃあ続いて、村岡さん。はーい、宇田さん。小さい頃 Windows 版でナスグレイブと戦ってた気がする。はい、それではこれは何、白ラインさん。ディスプレーションの各種ゲームは当時の PC ゲームとしても安いし、遊びがいいはあるしで本当にお世話になりました。アップソースシリーズはつまらしくないかなと未だに思ったりします。特にあのことを夏祭りとデッチチーね、うん、出したいですね。権利の問題がいろいろあるんだね。はい、権利の問題クリアできればいいですね。はい、じゃあ調査お願いします。ちょっと待って、俺リツイートしてないよこれ。なんか新しいよ全部。新しいやつですね、増えてますね。こういう放送していく感じ。もうここ数分で、だから放送始めてから流れてるんじゃない、いっぱい。あ、流れてるかもしれないです今日は、結構。はい、千代さん読むんだっけ、どうぞ。ここだっけ、それですかね、はい。これ何かの続きですかね。そして GG 版の魔導物語に出会い大ハマり。 GG 版は全部やって MD 版なども遊んだな。たまたま本屋さんで魔導が表紙のディスクステーションを見つけてから DS も買うようになり、魔導や現世やアップルソースを楽しんだ。コンパイルには大変お世話になりました。ありがとうございます。なんかすっげー増えてるよ。じゃあ、うん、はい、村岡さんお願いします。あ、それさっき読みましたね、読んだやつですね。じゃあこちら TS さんですね。はい、と当時生まれていなかったせいで映像だけでしか知らないプヨマスターズ大会をまたやらないかと何度も夢見た中学生時代。実はこの今の TS って元をたどるとバッドカンパニー戦闘員が元ネタだったりする。あ、この TS がこれね、みたいですね。このバッドカンパニー戦闘員って意味がわかんない、全然わかんない。戦い北デマンとかですかね。ああ、がバッドカンパニー戦闘員、あの敵グループというか敵のやつがバッドカンパニーっていうなんか会社だったような。ごめん、多分グッドに当たるのが、遊んでないんで
全然わかりません、ね、多分グッドに当たるのがコンパイルだと思います。ああコンパイルに対してバッドカンパニー出てくるのね。いいな、それ北沼がいいんだ、はい、北沼どっちなの。バッドカンパニー北沼はコンパイル の, あの社員さんのコンパあの北沼さんです。あ、そういうことね。はい、じゃあ次検査。脳みそこれからコンパイル、あるが出てこないぷよぷよは見つめちゃいません私。あ、ごめん、一人飛ばしたの。まあいいや、ごめん。じゃあ、チョウさんどうなの。はい。子供たちの手の届かない特別な場所、コール、ネルフの段ボールで、我が家のカーバンクル様は長い眠りについている。段ボールが入ってるのね。かわいそう。はい、じゃあ、村岡さん、今度長い。はい。シムタクさん、アレスタツ、MXX2 時代に最高傑作の一つ、程よい難易度に熱いストーリー、爽快感のある武器、そしてコンパイル感が分かる心震える猿運動、これ一番大事。多分小学生の俺、今より最強。黒、黒、青、これ分かるかな？分かんねえ。これ皆さん再生してね、やると大変なんで。あ、次もなんかある。ちょっと待って、ここリツイートじゃん。もう現状がないぞ。リツイート。お、エルラさんからコメントが来てます、はい。村岡さんはディスクステーションとか詳しいのという質問が来てます。あ、全部はやってないんですけど、結構やってましたね。詳しいんだ。いや、もうコメント様のアップルソース、マドーラン、プヨリンピックの大満腹を。おお、めっちゃやりましたね、バケツリレーチャンプ。それはエルラさんと話が合いそうですよ。エルラさん今でも対戦やってますからね。すごい、ネットで生放送で、やってます、ネットで。いや、見たい。多分この後とかやるんじゃないですかね、やりたいって人がいれば。はい、じゃあ続いてスパイダーさん。以前にも書いたけど PC 休止の謎っぽよかった新谷社長のド派手で太っ腹な風呂敷が付録だった。そうです、ムーニータニが広げた大風呂敷です。はい、あの冗談を形にするのが趣味だったんで。風呂敷にあのムーニータニの大風呂敷って出したんです。はい、そういうシャレが大好きなんで。はい、じゃあチョロさんどうぞ。はい、こちらです、ね、イベント行くとぷよまん買うのが常だった。また食べたいな。ね、私も作りたいです。チャンスが欲しいな。ボーエスさん、よろしく。うん、あ、じゃあ、あのこの2つを、村岡さんお願いします。はい、はい、タマさん。PC エンジンのガンヘッドか、コンパイル製だから、狂気乱舞したな。今でも名作です。毎年、宮島の大晦日カウントダウンで、社長とツーショット写真を撮ったり、サインしてもらったりと、楽しんで年越ししてました。そうですね。年越しまで。じゃあマミーさん、ザラ買いすぎてディスクシステム壊れたのでツインハリコンに買い替えました。ありがとうございます。俺ハード貢献してんのかな。ニンテンドーシャープをご頂戴。はい、じゃあチョウさん。はい、しみじさん、高校時代は毎日ほぼゲーセンに行ってプヨの大会やってた。GIGO ですかね、セガのゲーセンやソフマップで行われてたプヨ大会とか、フラワーフェスティバルのプヨ大会とかに参加。高校の卒業旅行で第3回プヨマスターズ選手権に参加したけど、予備予選で敗退。ちょっと待って、卒業旅行で抜け出してさ、マスターズ大会に参加したの？いいのか？やばいっすね。じゃあ、村岡さん。はい、のりまきさん、なんかの続きかな。よく考えたらこれは子どもたちにも語り継ぐべき重要事項だわ。お金が自由にならない学生時代、価値のあるものを楽しく消費するには良好な親子関係が不可欠だ。じゃあこれダミスは3つあるんで続いて読みます。メガドラ版ぷよぷよの BGM は未だに通勤中聞いてる。これはすごいね。僕あとから全部ね、あのフォローしようと思ってるんだけど、宮島とか本当にプヨマン本舗ってあったよね。コンパイルクラブもらいに行ってた。広島駅の近くにコンパイルの看板かけてるマンションがあったな。で最後ね、明日コンパイルの誕生日、こう秋野さんが仕掛けたんですね。なるほど。はい、これはまだ短いんですよ。長いのがんです。
長いのが本命。ね、今日これで終わっちゃうんじゃないのかな。ごめん、ね。もうね、これ読むともうほぼ終わっちゃう。長いのはこっち。こっちの方が長いんです。慣れ染め。これね、おいらうるうる食うかもしれないけど、気をつけてね。努力します。いや、さっきちょっとうるうる来たんで、読んでると、うん、全然その気がないのに読んでるとさ、人間って変だよね。なんかうるうるしちゃいます、ね。うん、じゃあこれいきます。これは立ち上げてる人、ね。じゃあこれ読みますね。ラオさん。一言で言うと、一目惚れ。当時、新聞のコラムで、ぷよぷよのアーケードが紹介されていて、ゲーセンもフラネなのに初プレイ。優しい説明と、スケルトン T やナス、カーコ、カーバンクですね。世界観に惹かれました。で、この絵、ね、オリジナル絵ですね。かわいい。で、これ私のコメントですね。じゃあ、チョウさんどうぞ。これ長いよ。はい。ここ全部。すごい長い。はい、どうぞ。長いですね。小学生の時、友達の家でぷよ2を遊んだ時に画面上で跳ねまくるのみに衝撃を受ける。その後、DS を偶然本屋で見つけ、社員さんと読者のぶっ飛び具合に2度目の衝撃。思わずイラストを描きたくなるような出会いは彼らだけです。ということで、CMYK アルル。これ何 CMYK って？カラーリングの。カラーリングですか？絵がくっついてるんで、別窓で開くといいかも。ああ。おお、うまい。すごい、上手。上手だよな。かわいい。これ、いただいちゃおうかな。いや、いただいても意味ないんだ。かわいいな。いや、もう。すごい。もうね、もう汚い言葉で。汚い言葉で褒めちゃいけない。クソうまいとこ言っちゃいけない。いや、すごいな。超うまいね。うん。さっきのあの絵より綺麗だよ。で、あ、じゃあご本人さんで。恥ずかしい。アルルのコスプレもやってました。はやー。胸アーマー逆さまにつけてた恥ずかしい思い出。これやつご本人？私です。これコミケの時にコスプレしたんですけど、いやいや、テンション上がりすぎて。いやいや。胸アーマーを上下逆さまにつけてんですよ、これ。ああ、確かに。めっちゃ恥ずかしいと思って、全部終わった後に気づいて、あーってなって。これとかすごいじゃん。お金かかってるね。そうなんですよ。これはね、だいぶ気合い入ってましたね。ね、はい。じゃあ、小沢さん？小沢、あと読めない。ぷよぷよザナイク、ガンヘッド、ムシャレストなど、クオリティの高いゲームが多いですよね。うん、というわけで、カーバンクとか、これなんだろうな。またやっとぶっ飛ぶんでやめてきますが、まあ、アレスタ系ですね。はい、じゃあ、チョウリュウさん、どうぞ。はい。先ほど来ました、リュウさんですね。初めて見た作品は、魔導士の塔だった気がする。そこから、九八魔導、ハメキン、歴代ぷよぷよ、ワクぷよ DS と、コンパイル以外にハマるものを全く持たなかったから、相変わらず同世代と趣味が合わないけど、こんなにも熱中できるものをくれたコンパイルに感謝。あ、よく見たら紫のサボテンさん、こんにちは。こんにちは。全然あっち見てないんだよね。ちょっと待って。今見えないんだよ。チラッと見る。あ、村田さんこんばんは。あ、こんな感じね。あ、これくらい。あ、北出マンね。あ、何あからんさん、こんばんは。こんな感じ、こんな感じ。なんかいっぱい出てるな。そうそう。韓国は虎が好きだから、だからね、原石炭とかすごいウケるの、ね。ああ、そういうことか。でも、韓国にも虎いない、ね。みんな殺しちゃったのね。昔いたのね。いや、だってゾウとかもいたん。ゾウとかトラが日本にもいたんじゃない。まあいいや、はい。じゃあ、
村岡さんどうぞ。はいはい、カメストリーさん、ケミストリー。ね、昔々18切符を片手にコンパイル本社突撃を目論む。後先考えないで向かった少年は岡山で終電、ホームで始発む待ち、翌日広島到着、原爆ドーム観覧し広島焼きを食べ、夜は社長がすき焼きをご馳走してくれました。ブヨランド夢語りしてたのが印象的でした。シェシェ。すごい。いやー、僕はこれ見てちょっとうるうるしましたね。なんでかしら、わかんない、もうとりあえず読んだだけで、はい、すごい。じゃあこの人、多分相当珍しいパターンだけど、友達連れてカバヤの食が当たったのがきっかけ。それは珍しい、よく知らない、かわいいかわいいで集めたら、それ見た父が MD 版プヨを買ってきてくれて、そこからズブズブと、ま、窓も本もコンクラも父が見つけてきてくれた。じゃあ、お父さんの影響で。優しいお父さん。あ、結局親子でそうなっちゃうね。じゃあ長寿さん。はい、刑事竹内さんですかね。そうなんですか。読んだろうか。学アルバイアルバイなんか。なるほど。学生の時広島住みで音楽雑誌見てたら、サウンド要員募集の広告が広島でって前のめりで電話して、デモ曲持って伺ったら明日から来るって言われて行っていただいて、でも当時は自曲をゲームとともにこんなに長く知っていただけるなんて夢にもでした。ということですね。じゃあ B さん、村岡さんお願いします。はい、スーパープヨプヨで出会い、食玩や漫画を買い始める。サンデドハマりし、ワクプヨでコンパイルプヨ最高が不動のものとなる。その後コンパイル丸設立に驚き、ニョキニョキ旅立ち編をプレイし、新作への思いを馳せる今ここ。この丸がちっちゃいよね。これちょっと間違えたね。はい、それでは、レールスターさん。おお、コンパイル誕生日だったとは。シューティング大好きなおじさんはこの作品群は外せない。ザラック、アレスタシリーズ、スプリガンシリーズ、そしてガンヘッド、本当に傑作作品が多いと思う。だよねだよね。はい、じゃあ潮流さん。はい、小学生の時地元の声優に MD 版ぷよぷよの私有コーナーがあって、キャラの可愛さと音楽の良さとゲームの面白さに惹かれて買いました。かっこ兄が。その後 GG 版魔導物語1を買って、なんでしたっけこれ。分かんない。こじらせて、こじらせてですか。こじらせて現在に至っ、こじらせちゃった。こじらせて現在に至っています。コンパイル大好きハート。はーい。それでは村岡さん続きです。レールスターさん、今日がコンパイル誕生日ですが、4月といえばこの傑作 STG の誕生月でもあります。スーパーアレスタ東宝コンパイル、1992年4月28日発売、スーファミの回転拡大縮小機能を生かした演出。アレスタシリーズ5作目、世界観のつながりがなく独特の世界観を構築している。まあね、いつもサーフが違ったらガラッと変わる。うん、はい。じゃあ続いて村パパさん。第1回全日本マスター大会に参加、速攻予選で敗退してがっかりしたけど、寒さに耐えながら、そうね、なんだっけ、2月、違う違う違う、神戸の震災の2日前、1月15日だよね。あ、だから寒かったの。15日、はい。じゃあ、その、あれもなかったの。暖房がないとか。どういう暖房がないの。で、寒さ、震えながら最後まで観戦。田中さんの9時までやったのね。あの予定の時の予定がさ、9時過ぎまでさ、もう泣きながらやってました。田中さんのライブを堪能し、犬山美さんのサインももらって、ホクホクで帰宅。後日、ポストカードが届いた時は、とても驚き、喜んだ。それが原点。多分、感謝状のポストカードなのかな、ね、これが第1回ですね。第1回。で、袋とか、プエマンとか。ここら辺は貴重な、全部貴重なもんだな、ここら辺ね。うん、はい、じゃあ、チョウルさん。はい、ルカカさん。
コンパイル制のゲームに触れ合ったきっかけということでいいのかな。PC9801 を親に買ってもらってゲームを買いたいと思っていたんです。当時、タケルっていうゲームの自動販売機があって、そこでなんか面白そうって思って遊んだの、選んだのが魔導物語1、2、3でした。続く。あとで来るんで。じゃあ、村岡さん。はい、あ、チトシャンさん。そうです。この話は前にもしたことがあったかもしれないけど、旧コンパイルに初めて出会ったのは、それはもう旧コンパイルが過去のものになったあの日。フィーバーそっちのけで買ったぷよぷよさん決定版でした。そこから始まったのです。だからみんな面白い体験してるよね。フィーバーじゃなくて、ぷよさんに行くところはやっぱりチトシャンさんのキャラクター性、もう体がそっちに行っちゃうんだろうね。世界観がさ、フィーバーの世界観と、プエさんと世界観違うじゃん。だから、絵から入るという意味だよ、これね。面白いよ。そうですね、はい。ぴょんうわ、懐かしい。懐かしい。最初に触れたのは、プエプの食が、やっぱりいるんだよね。ポさんと同じよね。DS を購入している友達と親しくなり、そこからあれあれという感じでした。バックナンバーを買い漁り、コンクラを定期購読し、お年玉で桃通販で買い物する子供でした。おまけやゲーム電卓がまだ残ってます。これがいい。これね、傑作なんだよね、これね。懐かしい。懐かしいですね。お持ちなんですか、皆さん。懐かしい。あ、これ妹が持ってました。そうなん？壊れた？いや、多分最後まで、青冬の蓋のところは取れちゃったんですけど、ちゃんと最後まで動いてましたね。最後ですもごい。なくなっていいんじゃん。はい、今どこに行ったか分かんないんで。おーい、そういう意味ね。かわいそう。残念でした。はい、じゃあ村岡さん。はい、シアさん。きっかけは小学生の時、兄が買ってきたスーパープヨピヨ。その後、兄がジージ版の魔導物語2を買ってきたことで、その世界観に本格的にはまり、今に至ります。当時では珍しい女の子が主人公、怖いはずのモンスターが個性的で可愛いなど、本当に魅力的でした。はい。じゃあ、ルリマさん。偶然オークションで発見した、私のぷよぷよでは一番の宝物です。有名声優さんの直筆サインぎっしりな台本。台本自体も絵コンテがあり、漫才デモのセリフがどっさりと読むとしても素晴らしい一冊。台本、いや、あ、お本当だ。宝、これ読みたいな。台本で、しかも声優さんの、これは、売ったらさ、もう満タンじゃない？これ。でしょだっうてね。声優さんでしすょ？ごい。有名声優さんのさ、サインがいっぱいだもん。ちょっとこれは、もし売ったらね、うまいんだね。10万円いかないと思うけどね。すごい。はい。じゃあ、チョウリさん。はい、アナログさん。家族で通ってたボーリング場に AC 版ぷよ2があって、私がボーリングに飽きると親が時間を潰すよう小銭をくれて、そこから存在自体はスープ用から知ってたけど、けれど実際に熱中したのは AC ぷよ2。ゲーム機買ってくれない家だったので、攻略本集めコンクラ入会。じゃ、よりハマるんじゃん、これ。攻略も。ね。はい、じゃあ、村岡ですね。さん。はい、夫の千秋さんかな。ぷよぷよでウィッチに激烈燃えた後、ゲーム店に行ってコンクラを一部買う。からもらう。の、コンパイルクラブ、あ、もらう。コンパイルクラブ会員に、会員証は今でも所有。中学、高校時代、将来はコンパイルに入社するぞと決意。コンパイルがなくなる。呆然。いろいろあってコンパイル丸の株主になる株主さん。ありがとうごおお、ざいすます。ごい。こんな感じでカムさん増えるのね。はーい。じゃあ次、エンジャさん。幼稚園の頃に友人宅でメガドライブ版初代ぷよぷよをプレイしたのが最初でした。以降コンパイルに、それぞれの権利引き継ぎ会社も含めて、とはかれこれ25年近いお付き合いです。すごいね。じゃあ、潮流さん。うもたんさん、ガキの頃パソコンコーナーに野放しにされていたんですが、そこで MSX 版ザナックを見て衝撃を受けましたな。 FC 版はさらにやばすぎ、友人宅でも容赦なくやり込み、ザナック禁止令が出た。森の上を飛ぶのが好き。いやいや、これ、お前もう来んなよ。うちではザナックやんな。
だから友達そっちのね遊んだってことだね。もう話さない、遊んだマイク話さない、同じジョイスティック話されたい。でも、はい、写真はプレステ版なんですね。確かに。いや、わかんないよ。あのプレステ版に収録されてた復刻版ですね、これ。でしょ。はい。じゃあ、村岡さん。はい、ルリマさんだ。初めて買ったのはぷよぷよ2リミックス。そこでアルルに一目惚れして、泣け泣きしのお小遣いを貯めて、ぷよぷよ魔導物語関連の書籍やゲームを買い漁りました。声優になりたいと思ったのもぷよぷよの影響力が強い。アルルは私の永遠のヒロインです。じゃあ、これなんていうの、志保さんじゃなくて違う読み方すんだよね。もう読めない。はい、5、6歳ぐらいの時に家にあった、プレイステーション2でぷよ2や3ぷよぷよボックスを親と一緒にやっていた。小学校でもやっていて、中学校になってからは中古のスーパーファミコンを買って謎解きも集めたりした。すごいなぁ。で、うん、これでちゃん出てくるのね。なんか先に出なかったんだろうね、うん。はい、じゃあ、チョールさん。はい、ぷよ松さん。GG ぷよから、これは猿のようにやった。このスケティはぷよを回転しやがる。次に買った GG アルルのジジアルルのルーについてたコンクラ入会申し込み書を返送して今に至る。ぷよ大会だけじゃなく、会員制サークル作ったり、魔導祭行アンギャ魔導祭アンギャしたり、実は昔からいろいろやってた。魔導祭アンギャとか、いや、ま、あーすごいね。はい、うん、じゃあ村岡さん。おい、コレスさん。家族で広島旅行に行った先の本屋でディスクステーションボリューム9を買ったのが最初だと思う。親の PC にインストールして遊びまくった。 PC でゲームを遊ぶという瞬間が根付いたのは間違いなくコンパイルのせいであり、おかげで同年代とはあまりゲーム遍歴で話が合わない。合わない、ね、はい、横指さん。なんか有名人だと思うのか。リアル中にもとい中学1年時代の悪友にエメセクト、エメセクともども沼の風俗へ引きずり込まれました。初購入のエムファンにピーチアップ、モンキーハウスのイラスト付き広告が載っていて、興奮したけどコンパイルと無関係に付き合ってく。ああ、すごいな。無関係だよ。なんだよ、よくわかんない。はい、じゃあ、チョウさんどうぞ。はい、いつかさん。父の PC でぷよぷよを遊んだのが出会いでした。小さかった私でも理解できるシンプルなルール、魅力的なキャラクター、そして何より社長を筆頭に個性強すぎる社員さんたち、かっこキャラより濃かったかも。とにかく今でも大好きです。だね、そうなの、ね、はい、じゃあ村岡さん。ほい。ああ、よく考えたら小学生時代に悪友宅にてザナク、ファミコン版かディスクシステム版どっちだったかなを遊んだことがあるので、 MSX が最初というわけではなかったか。ファミコンからコンパイルにハマったフルツワモノはどちらかにおられますね。アンケート取ると思う。全然もうこれ読んでるだけで時間なくなっちゃうんだけど。あれ、今時間何時？時計が消え、もうすぐ10時ですね。はい、わあ、皆さん声をお願いします。はい、じゃあ続いて、小里はしばらく二次創作休憩中、親戚の家に泊まりがけで行った時にぷよ2を遊んだのがきっかけです。ゲーム禁止の家だったので、ゲームにほぼ初めて触れたきっかけのソフトだと思います。キャラと音楽に惹かれて、子供の自分が終える可能な限りの紙媒体を追っかけてましたですね。はい、じゃあチョールさん。はい、さくらまさん。もちろんザナックなんですけど、ディスクシステム所持していた友達がシューティング苦手なせいか、僕らが苦労しつつクリアしたのを見届けたらあっさり書き換えされちゃった悲しい思い出。まあ自分が持ってないからね、相手が持ってるからそうなっちゃうんだよね、うん、はい、じゃあ村岡さん。はい、ナイトさん。ぷよぷよとかは普通に遊んでたけど、コンパイルを意識したのはディスクステーション買い始めてからだな。独特の内輪乗りが心地よかった。あと社員のペンネームの名前めっちゃ覚えてた。コンパイル社員古今東西とかあったらやってみたい。古
ないと思う。はい、ヤホさん、あ、ヤホさん書いてもらってありがとう。ボーリング場であった、あ、そういうのがあるのね、やっぱりね。ぷよぷよが初めての出会い、デモ画面を見てるだけで可愛い、綺麗で、 BGM も素敵でとても惹かれました。プレイしてみると漫才でも面白く、ステージが進むのも嬉しく、連鎖を知らなくてももう少し遊べて楽しかったです。あ、あ、今ゆうかさんだ。はい、じゃあこれは女性なんでちょっと村岡さんに言うんですか。はい、あ、今ゆりかさん。子供の頃、スーファミの魔導物語アルルが幼稚園児の RPG がなぜかすっごく欲しくて、親にダダこねたら通知表をオール5にしたらねと言われ、必死こいて勉強して手に入れたとこからです。すごい、あれすごくハマったな。ということは賢いんだよね。すごい成績に。ねえ、ね、僕取れなかったもんな、オール5はね。あの、国語と体育はダメなんで、5個取れないんで。はい、じゃあ、チョロさん。はい、ヤマさん。小学生の頃、初めて買ってもらったゲームが、スーパーファミコンのスーパープヨプヨ。サタンを倒した時の、いや、やった、勝ったわの達成感が今でも忘れられません。取扱説明書の絵柄が本当に好きで、ページが破れるくらい何度も見返していました。破れたんだ。はい、じゃあ無人さん。無人さんもね、よくいろいろ、ね、コメントしてもらってますね。小学生の時、不意に出会ったスーパープヨプヨ、エンディングにびっくりしました。BGM がゲームクリアした感動を積んでくれて、達成感がすごい。スープヨのエンディングで なんだっけ知ってる人なんか、じゃあちょっと後で見てみようかな。YouTube で。多分見れるよ、ね。はい、じゃあ、また、チョウさん戻りましょうか。どうぞ。はい、ミンカさん。親のスーパープヨプヨを見つけたのが始まりだった。CM で連鎖を覚えて、親と何度もプレイしたし、取説やゲームの中のキャラが可愛くてすぐにハマった。あんなにキャラが喋るゲームは当時の自分にとって新鮮でした。何人か性別を間違えていた頃が懐かしい。何人もいるんだ。コンパイルキャラそうだね。あの、適当だからね。はい、年齢と性別。ああ、そうなんですね。はい、こんがりショコラさん。中学2年の時に部活の先輩からフィバチュートラ15周年を勧められ、当時アルルが好きすぎてネットで調べたのがきっかけですね。そこからコンパイルの存在を知った。結構あの、何、あの、エステさんの風景から目覚めた方も結構いらっしゃいますね。はい。そうですね。じゃあ次が、何これ、読めない。パペポニア、パペポン。もう、うん、英語とさ、もうやめてくれる。パペポニアパペポさんね。ディスクシステムのザナクだと思います。当時お金がないので、パッケージじゃなく書き換えサービスを利用しました。500円だもんね。ボス達成時のスクロールの、イルマリ感とか、2面、BGM のアルペジオが好きなんですよね。画像は最近ビープさんで買った中古のパッケージ版です。笑い。これね。うん、じゃなくてさ、ディスク版だからさ、定価500円だよ。100万ボルでもさ、高々だよね。あの、こっちに入ってくるのは、自分が売ってるわけじゃないからさ。任天堂がアップルだけど、我々はチョロリンチョだからね。チョロリンチョ。はい。じゃあ、チョージさん。はい、水さん。スーパーナゾプヨを親がやっていたが、その時はそんなに興味なかった。ぷよぷよさん64。ぷよぷよんパーティーで友達とハマり、その友達がたまたまコンパイル会員だったんで、いろいろ教えてもらい、魔導を知る。それから魔導物語大好きっ子になった。いや、これあと、ほんとこれで終わりそうなんで、漫画ちょっと後でやろうね。あの、諦めて。じゃあ、村岡さんどうぞ。はい、ムナババさん。おっと、ぷよぷよに本格的にハマる前のお話。ゲームショップでメガドラ版のぷよぷよのポスターにすごく惹かれた。その後、ゲーセンや PC98 のぷよぷよを貸してもらって、絵の綺麗さ、ゲームの楽しさを堪能。それで大会に参加したのでした。続く。そういうことなんだね。はい、黒田さん。はじめは少年頃に買ってもらったゲームブック。その時読んでた。とっても。ぷよぷよでキャラクターを知り、あ、とってもぷよぷよね。とってもぷよぷよ漫画。懐かしいですね。なんだ、小学館かな。ありましたね。そう、学年誌に載ったやつですね。小学1年生、立花さんが。そうそうそう。はい。3決定版買ってもらってから一気にハマりました。はい、じゃあ長寿さん。
まずきさん、初めてのコンパイルは幼少期 PC 版のスーパープヨプヨ PC 版 2P 側でしか勝負できなかったのを今でも覚えている。 1P 側はキーの場所がややこしかったから。当時は優しいモードマミーで破れてた。ナスグレイブまでは解消だったけれど。え、 PC 版のスーパープヨプヨ出てないだろ。出てんのか。 スーパーがつくのはスーパーファミコン版、うん、だから PC 版なので、まあ、勘違いだと思うけど、まあでも PC 版のプヨプヨあるからね。スーパープヨプヨですよね、はい、じゃあ、村岡さん。はい、メリーさん。幼稚園の頃、自宅から割と近い祖母の家によく遊びに行っていた私のために、おばがスーファミ版スーパープヨピヨを買って一緒に遊んでくれたのが全ての始まり。2人とも全く連鎖できなくて、実力差がないからか連鎖できないのに楽しかったのを覚えています。はい、じゃああとワンターンやってからちょっと雪漫画に行きましょうね。はい、本当は全部読めたけどすごいでしょこれ、うん、延々とあるんだよ。だから、うん、すごい今日皆さん書いてもらったんだと思うね。はい、前田智弘さん。広島は五日市のベスト電機か第一家電のパソコン館に MSX を見に行き、窓またよしコンクラを手に取ったのが沼への第一歩。まあみんな沼へ入り込んでますね。シャンボール広子にも突撃したな。若かった。致命的な2本目はアルパークプヨイベントでの犬舞台への志願入隊。これ CSA のことですね。はい、そんなこともありましたね。はい、じゃあ長流さん。はい、ザレンさん。3歳だか4歳の時、家に PS とぷよぷよ3、4があって、物心もついとらんかったから特に意識もせずプレイ。これが人生初ゲームでもあったり、その頃からアルル可愛いって思ったり、4は絶対激マズだったり、とにかく運命の出会いではあったよね。なんかこの激マズというのは、たぶん、ハマったうちに？カー君と一緒なので、多分カレーストーリーとかじゃないでしょうか。ああ、ありましたね。いや、激マズの意味わかんない。激マズカレーっていうカレーが作れるんです。マジ？知らない。俺、懐かしい。ゲーム遊んでないんで。はい。だって、プイプなんか遊ばないよ。なんかって言ってしまった。みんな同じじゃん。はい。では村岡さん。はい、良平さん。第2回マスターズ大会の予選会で新谷社長に声をかけてもらったのがファンになる気が慣れ初め。無事本戦大会にも出場し、翌年、第2回のガイドブックでも大きく載せていただきました。ちなみに Y の生誕祭が終わった瞬間、コンパイル生誕祭の始まりです。またこれ個人情報だよね。だから1日前でそういうことなんです。みんな個人情報まずいぞ。というわけで、じゃあ一旦ここで止めて。もっとあるんですよね。もう、はい、こんなに増えると思わなかった。だって最初ね、今朝は昨日とかちょろしかなかったのね。四五行とかさ、こんなに増えると思いません。はい、それではね、皆さんお待ちかねかな。はい、ニョキ漫画行きたい。その前にメッセージもどうなってるのかな。ちょっとメッセージ見ますね。あ、なんかいろいろ来てるね。あ、メリーさんから、ファイヤー、モコナさん、ニキさん、あ、ニキさん入ってくる。もう一枚欲しいんですが。確か今日のところって5人でしたっけ、必要な人数。何が？今日読むところは必要人数確か5人とかって書いてませんでした。ここ見れば、弥生、はるか、マリーロデシア、ニョキニョキ五色、ナレーション。それは次回です。次回ですか。だからそれ6って書いてあるでしょ。ああ、確かに。はい、ニョキ親子は調査もう書いてある。あれもう書いてあるんですね。でも今日弥生ちゃんとマリロデシアがいないんで、今の段階だと、あ、ニキさん入ってきませんか。ニキさん、ちょっと長さん呼んで。ニキさん、お、呼ぶんですね。いやいや、もういきなりえいやって入れちゃう。
入れ込んで。止まってくださいね、ニキさんがどこにいるか。え、ニキさんで、いやいや、このニキさん参加してらっしゃるでしょ。ちょっと待って、今日のところにはまだ呼んでないんじゃないですかね。え、ニクさんいたよね。なんか、ニクさんいる？ちょっと呼ぶよ。あ、今呼びました。つながりました。ニクさん。はい、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。じゃあ、長龍さんかニクさんか、どちらかがことやよいをお願いしたいんですが、どっちがやります？ことやよい、私やったからな、この間は。じゃあやりますか。はい、あ、私やめたんで、はい、わかりました。はい、そうもう女性になりきって、はい。じゃあのつもりで、はい、抵抗あるようだったら、いや、やります。お願い。はい、じゃあちょっと最初はね、読み合わせの練習いきましょう。それではあ、じゃあとりあえずこう変えますね。ちょっと待って、先に変えないといけない。消し、消しメーバー。こっちを書き換えます。多分ね、こんな放送してるぞ。俺ぐらいだからね。目の前でさ、バンバン書き換えちゃう。こんなこと普通しないね。あんまりないですね。あんまりないですね。そうそう。若いのにさ、白板使ってやってるよね。パソコン使えようと思うんだけど。まあいいや。はい、ニキさん。ニキ何？2018だったっけ？2018でいいです。はい。来年19なのね。あ、そう、まあその予定です。あれ？じゃあ僕がさ、ニキ、親子やるんで、ナレーションってあったっけ？はい、ナレーションは、最初です、あれですかね、タイトルとかですかね。え、マリーロゼッシアが調査にします、ね、分かりました。あ、ナレーションでもありますね。じゃあナレーションが長寿さんで、じゃあニョキ親子をおいらやろうか。ナレーションが長寿さんで、調査に。はい、わかりました。はい、じゃあこれでいきましょう。はい、現場で決まる配役。はい、いくじゃん。あ、畳んじゃいけないんだ。これこっちに持ってきて、こっちに持ってきて。はい、それではアニメーションスライドだ。いくじゃん。はい、じゃあ長寿さんからお願いします。3、2、1。はい。ニョキ漫画弥生の家族。あ、佐久千とさんじゃあお願いしますね。はい、佐久千とちゃんさん。じゃあね、バイバイ、ニョキちゃん、また明日も遊ぼうね。バイバイ。バイバイ、俺が言うの？そうですね、親子なので。あ、あれはニョキちゃんのお母さんかな。ママ、おかえり。ただいま。なんかうんとかなこの、てんてんてんなんか言えない。ああ、ニョキちゃんにはお母さんがいていいな。弥生、そんなとこにいたのか。もう日が暮れるぞ。お母さん、なんだ、はるかちゃんか。
ねえ、はるかちゃん、なんでうちにはお母さんがいないの？どうしたんだ、弥生、やぶから棒に。弥生もあつきも、最初から両親はいない。知ってるだろ？でも、お母さんいた方がいいもん。そもそもだ。あちきたちはこの森から生まれた精霊だから、親というものは必要ないんだよ。でも森はあちきたち精霊の成長をいつもそばで見守ってくれている。だから精霊たちにとって森はお母さんのような存在なのさ。でも、森は話しかけてくれたり、甘えられたりできないもん。まあ、所詮植物だからね。やっぱ、うちも、お母さんが欲しい。精霊だからって、親がいないのは嫌だよ。ここにちょっと、泣きっぽくね。あ、はい。ちょっとそのなんか、はい、要求があったんで。はい。泣いてる感じで。ぐすぐすみたいな。はい。うちだってお母さんに甘えたりしたいもん。一人ぼっちは嫌だよ。やよい。ミクさん上手。あ、ありがとうございます。だぞえ、森を守る役目がある精霊といっても、甘えたり、寄りかかったりできる存在が必要なんだ。森だって、雨が降らなかったら枯れてしまうし、たった一人だけで生きていけるやつなんていやしないんだな。これどっちなんだろうね。これどっちだろう。これなんかね、はるかちゃんなのかなって思ってたんですよね。だから、そうそう、ここから多分はるかちゃん。じゃあここからちょっとお願いします。はい。たとえ森を守る役目がある精霊といっても、甘えたり寄りかかったりできる存在が必要なんだ。森だって雨が降らなかったら枯れてしまうし、たった一人だけで生きていけるやつなんていやしないんだな。あちきも一人で生きていけると思ってたけど、やっぱり。あちきだって一人で生きていけないよ。はるかちゃん、そっか、お母さんがいなくて寂しいのはうちだけじゃないもんね。ごめんね、はるかちゃん。自分のことばかりで相手のことを考えられなくて。いやいや、それを分かってくれただけで十分だよ。それに、弥生は一人じゃない。あつきやマリーたち、それにニョキたちがいるじゃないか。家族のようにみんなで助け合って成長していくのさ。そうだった。うちは寂しくなんてなかったんだ。よーし、はるかちゃん、ニョキバトルだ。いや、今日はもう遅いから、また明日な。それで、ニョキバトルはうまくいったの？うん、それでね、ニョキちゃん、いっぱい積んでつなげたの。すごいじゃないか。えへん、ニョキバトルだってどんどん上手くなってるんだから。しかし、精霊の中にはそれをよく思わない精霊たちが闇の森にいるのです。でもそれはまた別のお話です。おまけ。はるかちゃんってあんま人気ないよね。はっきり言いおるが、確かにもっと人気が欲しいところだな。はるかの人気アップにはこれよ。なんだって？てかセリフの吹き出し傘にするなよ。さらしをほどいて人肌脱いでみたり、
ドキドキ。シュルル。ビク。そうすりゃ皆声を揃えてこう言う。ありがとう、コンパイル丸。いや、違うから。ありがたくねえし、脱げばいいってもんじゃないから。ん？かぁ。ねえ、いいね。最後のこっちがいいね。はい、読み合わせこんな感じで、なんとなくね、それぞれ役割は分かったし。はい。ああ。じゃあ、最初からいきましょうね。これでほぼ今日は1時間半の予定だとすると、これはいそうですね。おい。今日はいっぱいツイッターやりましたね。うん、そうですね。うん。まあ、特別の日なんで。はい。じゃあ、始めましょう。いいですか、この準備は。はい、リセット。はい。はい。はい、いきまーす。3、2、1、どうぞ。ニョキ漫画、弥生の家族、作、ひとしゃんさん。じゃあね、バイバイ、ニョキちゃん。また明日も遊ぼうね。バイバイ。あれはニョキちゃんのお母さんかな。ママ、おかえり。ただいまニョキちゃんにはお母さんがいていいな。弥生、そんなとこにいたのか。もう日が暮れるぞ。お母さん、なんだ、はるかちゃんか。ねえ、はるかちゃん、なんでうちにはお母さんがいないの？どうしたんだ、弥生、やぶから棒に。弥生もあちきも、最初から両親はいない。知ってるだろ？でも、お母さんいた方がいいもん。そもそもだ。あちきたちはこの森から生まれた精霊だから、親というものは必要ないんだよ。でも森は、あちきたち精霊の成長をいつもそばで見守ってくれている。だから精霊たちにとって森はお母さんのような存在なのさ。でも森は話しかけてくれたり甘えられたりできないもん。まあ所詮植物だからね。やっぱうちもお母さんが欲しい。精霊だからって親がいないのは嫌だよ。うちだってお母さんに甘えたりしたいもん。一人ぼっちは嫌だよ。弥生。たとえ森を守る役目がある精霊といっても、甘えたり寄りかかっているたりできる存在が必要なんだ。森だって雨が降らなかったら枯れてしまうし、たった一人だけで生きていけるやつなんて嫌しないんだな。あちきも一人で生きていけると思ってたけど、やっぱり。あちきだって一人で生きていけないよ。はるかちゃん？そっか、お母さんがいなくて寂しいのはうちだけじゃないもんね。ごめんね、はるかちゃん。自分のことばかりで相手のことを考えられなくて。いやいや、それを分かってくれただけで十分だよ。それに弥生は一人じゃない。アチキやマリーたち、それにニョキたちがいるじゃないか。ぐしぐし。家族のようにみんなで助け合って成長していくのさ。そうだった、うちは寂しくなんてなかったんだ。よし、はるかちゃん、ニョキバトルだ。いや、今日はもう遅いから、また明日な。
それで、ニョキバトルは上手くなったの？うん、それでね、ニョキちゃんいっぱい積んでつなげたの。へえ、すごいじゃないか。へん、ニョキバトルだってどんどん上手くなってるんだから。しかし、精霊の中にはそれをよく思わない精霊たちが闇の森にいるのです。でもそれはまた別のお話です。おまけ。アルカちゃんってあんま人気ないよね。はっきり言いおるが、確かにもっと人気が欲しいところだな。アルカの人気アップにはこれよ。なんだって？てか、セリフの吹き出し傘にするなよ。さらしをほどいて一肌脱いでみたり。ドキドキシュシュピク。そうすりゃみんな声を揃えてこう言う。ありがとう、コンパイル丸。いや、違うから。ありがたくねえし、脱げばいいってもんじゃないから。ん？かぁ。はい、というわけでお疲れでした。あーいい。なになに。あ、これをね、実はその青山ゆりかさんで、多分ことやゆちゃんとまりちゃんは入れ替えるんで、はい、あの後で音をいただくんで、そこと差し替えになっちゃいますね。それでいいよね。はい、はい、ありがとう。はい、というわけで今日はあのね、コンパイル祭ということで、コンパイル祭なのかな、旧コンパイルの36周年というわけで、いろいろツイッターがね、ハッシュタグが上がってたんで、読まさせていただきました。いかがでしたでしょうか。というわけで今日もね、ほぼお時間なので終わりたいかと思います。今日もね、はい、ありがとうございます。じゃあ今日のご感想どうしようかな。じゃあまずミキさんからどうぞ。はい、初めて、まあ、2回目の初めてというかなくて、2回目の、やめちゃう役をやらせていただきました。うん、まさか主役が2回も当てられるなんてちょっと思ってもみなかったんですけど。いやいや、一応こう雰囲気をねやってもらって差し替えちゃうんで、ごめんね。でも、はい、なんだんだくなってますよ、はい、なんか幼児らしい喋り方うまいじゃないですか。ありがとうございます、うん、はい、まあ、ちょっと良かったかなと思います、はい、じゃあ千代さんどうぞ。はい、今日は4月7日ということで、はい、コンパイルさんのあの誕生祭というのは何かやるのかなと思っていたら、ね、まさかのこんなことになっているとはちょっと驚きました、ね、まあそんなもんだよね。はい、村岡さん初めてですが、はい、どうぞ。はい、はい、初めてですごいドキドキしたんですけど、はい、そのね、コンパイルの記念すべき日に一緒に盛り上がれて、私もやっぱファンなのですごい楽しかったし嬉しかったです、はい、あとニョキ漫画もすごい楽しかったです、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日は皆さんありがとうございます。じゃあね、これで放送終わっちゃいますので、はい、その後ね、はい、はい、スカイプ終わっちゃいますよ。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。